はい、LP 制限なしラウンジありがとうございました。強い方もね、たくさん入ってきていただいて、まあ、自分の練習のためにもなるので、皆さんまたぜひ挑戦してみてください。それではね、次回もぜひぜひご参加お待ちしてます。皆さん待ってます。腹の肘で拾って終わったらいい。おうまいな、この友達。きついなぁ。なんか強いんだか。マジか。うわ、マジで。どうする？なんなの今の。今のちょっと振り方がうまいと、通し方がうまいでいってほしい。まあでも強い方です。強い強い。あ、おびさん、おびさん、おびさん、どうして一番わかりやすいタックルエイジ速やって。ありがとうございました。おびさん強かったっす、うまかったっす、言うことなかったっす、言うことなかったっす。でもやっぱ釣りコード引っかかるなっていう感じでしたね。引っかかるなっていう。立ち強パンと、あと垂直ジャンプに出しちゃいけないのに、もう明らか狙われてんのに来ちゃうみたいな。狙いすぎ良くないよ。反応が早いがゆえに。ちゃんとアドバイスして。俺だ、反応しちゃうところがある。だ結構自分が体力リードしてるにもかかわらず、釣られちゃうっていうのがすげえ多かったから、そこがやっぱあれじゃない。状況判断、まあ狙わなくていい状況は無理に狙わなくてもいいんじゃないのって。それまで良かったのに、なんか狙い出した瞬間にちょっと試合がおかしくなってる。おかしくなると俺が楽になってる。いつもおかしいけど特におかしくなる。まあ勝ちが見えるとね、勝ちが見えちゃったんだろうね。これ当てたら勝てるみたいな。